松田さんです。そして私がどうも文人です。今日はね、豊橋にあのケーブルテレビのケーブルテレビですね、はい、のそうケーブル、そうケーブルのね、あの撮影にね来て、であんたね、そう、その時に招待していただいた松田さんがね、お店をやってるんですよ、牛タンの。が、それがここ。そして店主の、店主でいいですか、松田です。はい。そしてね、あの治平さんと一緒にあの今ちょっとここに呼ばれて、でまさに今このね、出来たての牛タン料理をね、こう味わう雰囲気です、はい、雰囲気。そうですね。で、あの今日はあの、はい、イノシシのタンを使ってみました。イノシシ、あ、嘘です、牛です。もうイノシシだと思って食っちゃうから どのタンで、ね、味噌、にんにく醤油、ネギ塩だれです。あ、でまずは味噌から、はい、あ、やばい、この下からこう味噌の味が伝わってきた。あ、なるほど、ごめんなさい。早い、はい、この下で、この下を味わいます。はい、うん、柔らかいですね。うん。ああ。これすごい、すみません、食レポあんまり苦手な得意。うまいですね。これあの、すごいなんかこう、ちょっと待ってください。まずいみたいじゃない。いや、大丈夫です。違う。あの、どう表現していいかわからないけど、美味しいですね。ありがとうございます。あ、すごいこの柔らかくてしか、はい、柔らかくてしか言えないです、はい、もうあったかいうちに食べてください。そう、そうですね。熱々がやっぱ美味しいです。という、はい、あの、伊豆名という、豊橋ですか。そうです、豊橋。のお店です。よかったら皆さんも、牛タン、そう、牛タンが無性に食いたくなったら、ね、例えば九州にいる人も、北海道にいる人も、ここにわざわざ来て食ってみるといいんじゃないのかな。じゃあ私はあとはこれ、治平さんと私とみんなで食べるんで、はい、食べてください。はい、それでは。エンディングは治平さん